そうです。というわけで本日は安田寸流髪の描き方ということで、前回はですね、目の描き方やらせていただいたんですけど、ぜひね、目の方も見たいって方はね、そちらも確認していただけるといいかなと思います。で、今回はですね、髪の毛の描き方についてお話ししていきたいと思います。髪の毛の描き方、皆さんどうですか？皆さんって言っちゃった皆さんどうですか？髪の描き方は、描き方わかんないって方がいっぱいいるので、まあ初心者の人からまあ中級、ある程度描けるぜ俺っていう人のための応用技みたいなものをレベル1、レベル2、レベル3みたいな感じで話していこうと思います。はい。じゃあ絵をうまくするってどういうことっていうのは前回も話した通りなんですけど、まあそれもちょっともう一回話しておきます。で、四つ田流の髪について、要は僕自身のイラスト、まあこの上のね、髪の描き方解説ってあると思いますけど、このキャラクターいますよね。僕の描く髪の毛ってどんなのみたいなことだったりとか、あとはいろんな髪型と生え方、髪の毛ってやっぱ生えてるもんですから生え方とかあるわけですよ。しかもそれがタイプがいくつもあって、そのタイプを理解すると自分が描きたいなとか、あと描いたことないものも意外とイメージつきやすかったりするので、タイプに分けて考えるみたいなところですね。まあちょっと図形にしてみるじゃないけど、そういうのも一応書いてるので、ぜひね、見ていってください。で、立体で知っとこうってところですね。この前もそうなんですけど、タイで理解した方が絵はうまく描けるよみたいなとか、あとは臨機応変にそのイラストって描けるよみたいな話をしたので、まあ、それと繋がってくると、今回も立体の話をします。で、応用技。はい、応用技を人生かけて知っていこうぜっていう話ですね。応用技っていうのはもうね、そこが知れないんですよ。もう今の俺でもこうやったらこんな感じになるぞみたいな気づきがあったりとか、なるほどそうやって書いてんだっつって人に教えてもらって知ることってたくさんあって、だから正直もうずっとなんかこうネタが切れないんですよね。こういう書き方あるよみたいなのがネタ切れないから、僕が知ってるなんかいくつかの、まあこれは使えるよなみたいなを図を用意したので図っていうか、一緒にやろうと思ってますので、よかったら最後まで見ててくれたらなと思います。で、あとはそもそも絵の技術を上げることっていうのはどういうことみたいな話をして、今日は終わりにしようかなと思っております。じゃあまず一つ目いきましょう。星マークで書いてますが、絵をうまくするってどういうことなのって話です。これは例えばペットボトルを描くってなった時に、なんだろうな、ペットボトルをじゃあ俺も描こうか、せっかくなんでね、じゃあペットボトル描くっつってこんな感じってやったら、まあ、これぐらいの描ける能力が、まあ、僕の能力みたいな感じで、例えばこれを実物見たときに、ペットボトル、これ中身はおしっこじゃないんですよ。これおしっこではなくて、ペパーミントの、ペパーミントです。開けたらね、湯気が出るんですよ。出し立てみたいな。すいません。はい、ほんとすいません。で、この裏の構造だったりとかさ、ね、ここのボコボコ、デコボコだったりとか、こういうところが、やっぱり理解できて、なおかつ書けるかどうかです。理解できて書けているか、しかもそれを見ずに書けるかどうかで、絵のうまさが決まります。なので、例えばここがこうなってるんだなとか、ここはこうじゃなくって、ここにはこう、なんかいろんな出っ張りがあって、しかもここには段差があったりとかするわけよ。ね、こうやって細かい部分まで理解があって、それを書けるかどうかみたいなね、ところです。これが、要は目とか顔とかも一緒で、要は目というもののどういう部分がくぼみだったりとか、ここのくぼみがあるとか、造形がどうなってるかとか、角度が変わったらどう描かなきゃいけないのかっていうのを分かる。こういう目の横向きに見たらね、なるほどなみたいな、こういう感じになってんだな目ってみたいな感じですよね、うん、みたいな。要は僕らが、要は絵が上手くなるっていうことは細かいところまで理解があって、なんかそれを見ずに描けるかどうかです。なので、一番大事なのは、その実物の形だったりとか、そのものの形とか、どうなってるのかって、ある程度知っておく。なおかつ、解像度、自分の中でその理解を深めておくことが、まあ大事なんだよ、みたいな話を、まあ前回しました。はい。なので、まあ今回もね、一緒なんですけど、それをやっぱり突き詰めていくよっていう、今回もってことです。はい。で、まずはですね、こう、二つ目ですね。四つ田寸のね、髪の毛についてお話ししていきたいと思います。僕の話ですよ。僕流の髪の描き方の、髪についての話なんですけど、俺よく言われるんですよ、これ。毛束意味わかんないって言われる、これ。なんかね、スンさんが描く絵の、これ見てほしいんだけど、わかる？これ、わけわかる？これね、わけわかんないって言われるんですよ。まあ、相当複雑なんですよ、僕のイラストの髪の描き方って。内側に、なんか毛束があった、このつむじがあって、で、上にこう、かぶさるような髪の毛描いてるじゃないですか。何これみたいな。どうやったらそんな想像ができるのとか、どういうふうな書き進め方したらこんな紙になるのみたいなところですよね。が、まあ、わからないというふうに言われるので、これに関しては、いきなりは絶対できないので、だからこそ、僕の考えてる毛束っ
ていうのは相当結構、まあ、難易度は高い方だと思っていただいたらいいかなと思います。で、動きがすごいっていう部分も僕の特徴ですよね。このイラスト今ね制作中のイラストなんですけど、これ結構動きやばいですよね。まあ、こういった表現みたいなところ、まあ、これはちょっと色もね関わってくるんで、今回はちょっと色の話はしないんですけど、結構トゲトゲしてる感じと思いきや、カクカクしてる感じと思いきや、こういう柔らかい表現もできるよねみたいな、要は描き方に意外とバリエーションが僕にはあるんですけど、その時と場合に使い分けてるんですよ。例えばこれはすごく風を感じるというか、向かい風を感じるような要はイラストにしたいなと思ってやってるので、今回こういう服が全部こう後ろから風がこうブワーってなってるイメージなので、服もこうなってるし髪もこうなってるよねっていう、そういうあのイラストです。はい、まあこれもそうですよね。これも動きが結構強い感じですね。ね、服もほら、フードとかもこっちにさ、ブワーってなってたりとかするじゃん。うん、で、このキャラクターの本来の形なんですけど、まあこれが、要は、まあこんな感じのね、風景になるんだよとかね。うん、まあそういった感じで、はい。僕のイラストっていうのは動きも結構特徴的だよねっていうのも分かりやすいと思います。で、次、色塗りで印象変わりがちっていうのがあるんですけど、あのね、僕の線画を塗るときっていうか線画描くときって、色塗った後と色塗る前では意外とその印象が変わったりするので、僕たまにね、色を先に置いてその上から線画を描くことがあります。これはね、深いんで、時間がかかると思うんですけど、設営させてもらいましょう。じゃあ、もうせっかくなんでね。髪の毛ってさ、こうやって描くと思うんだよ、みんな。髪のボリュームこんぐらいだろうな、これぐらいいいだろうなって思うんだけど、これ、この後に色塗ったりするじゃん。色を塗ったりするんですけど、こう、色塗ってみたら、なんか髪の量多くねってなったりするんですよ。ね、これはただのこういう、まあ意外とこれは大丈夫でしたね。なんだけど、これ難しいところはもう一個あって、これ、それこそさ、動きがあるって言ってたじゃん。ね、動きがよくつくよね、スンさんのイラストってって話になったんだけど、じゃあこれに動きつけていきましょう。だったら当たり前なんだけど、紙ってね、繊維でできてんじゃん、こうやって。だからさ、こう、例えばですよ、僕のこの紙で表すと、こんな感じで、わかる？この感じ、この感じわかる？こんな感じで、空間できるじゃん。この空間できるじゃん。こんな感じの描くじゃない。だったら線画で見るとさ、なんだろう、これもボリューム換算されちゃうのよ。ここに空間あるようにこう空間のその線入れたんだけどね、ここもなんか色つくようなイメージで描いちゃうから、いつの間にかボリュームがもっさーってなったりするんですよ。逆もあって、じゃあここ消すとなんか髪の毛の量少なくねってなったりするんですよ。だからどっちかっていうと、このエラーがめちゃくちゃ毎回あるので、線画描き直さなくちゃいけないとかってよくあったので、だから僕逆に線画を先に描くんじゃなくって、どっちかっていうとその色を先につけて髪の毛を考えますっていう、前髪ぐらいは描くんですよ。前髪描いちゃって、ある程度ね描いちゃって、でこの状態からもうこんな感じでこのふわって状態もこの字で作っちゃう、こうやって。でこの上からこうやって線画にしていくっていう、こう。で、このボコってなってるからこうかな、みたいな感じで、やっていく、みたいな。まあ、でも印象わかるでしょ？こんな感じにするよ、みたいな。だから俺は結構こういうことします。なんで、そこは皆さんにお任せするけど、ボリュームって結構そのバランス、絵のバランス作るのには、意外と大事だったりするので、だからこれに頼りすぎないのも大事です。このやり方に頼りすぎないようには、意外とペンの太さとかあるじゃん、こうやって、のっぺりしちゃうので、ここからなんかこう、こんな感じとかやったりとか考えるんだけど、意外とこう難かったりするので、そこら辺は数やって練習してください。はい。ぜひね、まあ、一つの手段として考えてくださいね。これは誰かに教えてもらったとかではないので、やっぱりそうやって自分自身でトライアンドエラー積み重ねて、なんでここ失敗しちゃうんだな、毎回っていうことに気づいて、それの対策を自分で考えてみるっていうのが、やっぱ絵描く上ではめっちゃ大事な考え方になってくるので、そこも真似してください。そういう思考も真似してほしい、俺は。次行きましょう。僕の髪の毛方ってね、美術よりもどっちかっていうとデザイン思考が強いです。なんでかというと、このイラストもそうなんだけど、もちろんグラデーション使ってる部分あるんだけど、この黒の比率と、この薄い色の比率、青色ですね。青色の比率とかを、その比率で考えてるんですよ。どっちかっていうと、ちょっと青の比率多いな、とか、ちょっと黒の比率少ないから、このキャラクターの髪の毛は黒だって認識しづらいなとかっていうのを、比率で考えるんで、ここは正直、デザインの勉強で、ベースカラー、サブカラー、アクセントカラーみたいな考え方をします。だから今回で言うと、まあ、青に、なぜこれを青にしたか、初めこれ黄色で描いてたんですけど、ここのさ、色が黄色じゃん。だから髪の毛も黄色で描いてたんですよ。今日、なんかちょっと統一感出すぎて面白くないなって思ったから、青に変えたらもうバッチし、めっちゃいい感じになった、みたいな感じで、ちょっとね、
美術の考え方というよりかはそのデザインの考え方に近いので、僕の髪の描き方はどっちかというとリアルかというよりかは色が気持ちいいな、色の配置が気持ちいいなとか、いい配分で配置されてるなみたいなところがポイントになってくるの、まあ、色に関しては今日はあんまり深掘りしないので、まあ、さっと流すんですけど、そんな感じの色の塗り方をしています。はい、って感じですね。これはまあ一応四つ田流の、髪の分析ですね。僕特有のその髪の描き方ってどんななってんのみたいな話です。で次ですね、行きましょう。いろんな髪型と生え方を知っておこうです。こっからです。今日の一番初心者が目から鱗ってなるのが、このいろんな髪型と生え方を知っておこうっていう話ですね。まず一つ目ですね、つむじタイプ。つむじタイプね、つむじってのはここです。ここのぐるぐるぐるってやつですね。次分け目タイプですね。はい、分け目タイプ。次毛根タイプって書いてるんですけど、これ簡単に言うとショートカットの人の話ですね。はい、ショートカットの人って、だから坊主とかもそうですけど、もちろん坊主の人にもつむじあるんですよ。もちろん僕野球部なので坊主のことはよく知ってるので、坊主にもつむじはあることは分かってるんだけど、にしてもやっぱり毛根、やっぱ髪が短くなるともうそこからピョンって生えてるんですよ。っていうのもね、ちゃんと書いてきてますんで今日。はい、まずはねこちら用意しました。でレベル1、はい、まずレベル1、面で捉えるです。はい、分かりやすく、もう正面の面で考えてみましょう。まず一つ目ですね、こちらです。分かりやすい。はい、もう分かりやすいですね。これ何かっていうと、矢印ですね。これは、つむじタイプです。簡単に言うと、このつむじからスタートして、この矢印方向に線を引くと、結構イメージしやすいよっていうことですね。で、つむじっていうのは当たり前だけど、この、頭のここですから、ここからぐる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 って感じで流れがあるんですよ。人間のね、毛根の向きが変わってる。向きがあるんで、毛根にも。こうですね。こんな感じです。はい。これがつむじタイプの鍵。で、これ毛根タイプです。一応つむじも意識してあるんだけど、毛根タイプです。毛根タイプは何かというと、髪が長いと、当たり前だけど、この長さで行くんですけど、髪が短いと、ここまでじゃないですか。じゃあ、ここの毛何って話になるわけよ。髪の毛が短いと、ここまでで終わるんですよ。ね、髪の毛ここまでだったら、つむじから生えてるんだ、髪の毛はつむじから生えてるんだって認識だったら、ここで髪型終わっちゃうんですよ。トマトみたいになっちゃうんですね。つむじしか毛がないってなったらね、おかしいんですよ。人間って、ここからも生えてますよね。もうここの部分からも生えてるので、だから、要は、毛根一本一本から毛が出てるっていうイメージはやっぱないと、なんだろうな、別にこのこういう髪型はこういう描き方でいいんですよ。こういう、こっからこういう描き方でいいんですよ。髪が長いから。うん。だけど、ショートカットの人は、ここから生えてここ、ここから生えてここ、ここから生えてここ、みたいなトゲトゲみたいな感じで、毛根からピョンピョンピョンって出るので、皮膚から生えてるんだっていうのをイメージして、なんかつちょっとつむじをイメージして描くイメージですね。はい。ピョン、ピョン、ピョン。そう、これがつむじタイプであり、まあ、毛根タイプかな、うん、こんな感じで、まあ、タイプがあると、うん、次分け目タイプです。分け目タイプ、これは何かというと女の子に特有かな、女の子が多いかな。ちなみにスンさんは分け目タイプです。見てほら、わかる、ここに線がありますよね。つむじタイプっていうのはこれ、まあ、僕の髪の毛であれするとわかるんですけど、こういう髪型はつむじタイプですね。前髪があるから、こう前髪を作ってるタイプっていうのはこういう風につむじになるんですけど、僕は基本的にはセンターパートなので、センターパートにするとどうですか、ほらありますか、つむじ。つむじじゃないですよね。分け目があってそこから降りていくような形になるね。こうさ、こういう感じですね。なのでこの矢印の通り横に分かれていくです。なので前髪を独立させます。独立国家を開きます。前髪独立国家です。はい、前髪独立国家の横にかぶせ大陸ですね。はい、横にかぶせ大陸作るってことです。こういった感覚です。はい、でショートカットの場合はこうふわってしさせてあげるけど、まあ根本は変わんないですね。ここの分け目はそのままで、ここに独立国家開いて大陸をこう添えるって感じですね。はい、これがまずレベル1。はい、でなおかつさっき説明したタイプが3つありましたよね。つむじタイプと分け目タイプと、あと毛根タイプです。この3つがあるっていうのはまあ大体わかるよね。じゃあこれをですね、レベル2いきましょう。レベル2いきましょう。ですね、立体で知っとこです。このレベル2、立体で知っとこ。要はさっき言った面で考えるっていう書き方ではなくて、体で考えるんですね。この前も言いましたよね。正方形で考えたら、正方体で考えたら、臨機応変にどの角度からでも書けるようになるよみたいな感じですけど、やることは一緒です。これですね、
つむじタイプ。まあ、だいたいここからスタートするよねって感じです。ここですね。ここからスタートして、こう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 、みたいなね、感じですよね。で、結果どうなるかで、こんな感じになると。で、ポイントは、毛束。今これ見えてますよね。こんな感じで、上に被さっている紙、下に被せられている紙、みたいな感じの、この、こっちが例えば下。下の紙。上の紙。これはこれのさらに上の紙、みたいな感じで。僕の場合は結構これを被せるか被せてないか、みたいな感じですね。被さっている紙。被せられている紙。被さっている紙、みたいな感じで、こっちですね。っていう感じすると、毛束に関しては結構わかりやすいかなと思います。で、毛根タイプ、こっちですね。毛根タイプも分かりやすいですね。ここ、ぴゃんぴゃんぴゃんです。はい。これもう、言わずもがなですね。もう見たら分かりますね。ペペペペペペって感じですね。やっぱり、こいつを見てほしいんだけど、やっぱこう、こうなってる、ここから生えてるよっていうのを、まず理解するためには、まあある程度ね。まあ俺は結構この十字マーク書いて、立体イメージしてるので、大体僕のイメージのその顔ってこんな感じなんですよ。横から見たらね、こういう四角なんですけど、で、ここをこうなってて、ここに耳がつくみたいな感じなんですけど、立方体をまずうまく描けないと変になるんで、結局四角とか正方体とかそういうので、まず回転して、で、その角度でこうなるわけで、そう、で、四分割したらさ、で、こうなるじゃん。で、ここに髪の毛のつむじが来るんだよっていうことなんですよ。だからこれがうまくできてないと、そもそも顔の形をいきなり立体にしようは無理なんですよ。だから、どっちかっていうと、先にこういう立体書いてから、ここはあれで、ここで、ここはこうなっていって、みたいなことをやった方がまだいいです。初めの段階は。いきなり俺みたいに、いきなりこの端折って、この頭をいきなりこうやって書くっていうのは、ほぼ初心者にはめちゃくちゃハードル高いと思うので、まずは四角からやってください。四角書いて、そこから削っていって、まずはこの形を作るみたいなところからやってみてください。それでできるようになってきたら勝手に端折れるんで、はい。まずはそこをやってみてください。ここですね。あとは、独立国家をまずここに開いて、大きな大陸を図にしたらこんな感じなんですけど、こんな感じで大陸があるよっていう感じですね。で、それのポイントは、このてっぺんのこの線の沿って、ニュン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 と分け目があるんだよってところをポイントにしてください。で、それをやった結果こんな感じです。髪の毛の流れはね、こんな感じになってますね。はい。じゃあ、シャシャッと。耳出したいとかね、ここから耳出してあげてもいいかもしれないですね。うん、これでも全然 OK だと思います。で、これですね。これが四つ出すみたいな感じの、この、今の僕の髪型みたいな感じで、ここの書き上げですね。ここを書き上げてると、自然と分け目って分かれるんですよ、ここに。スーって、一本線シューって入るんです。なので、こういう書き方をします。髪の流れは、こうですね。はい。これが、スンスンヘアの感じですね。まあ、いろんな髪型があるので、ぜひ、もっといろんな髪型知りたい。例えば、パーマーとかね。そういうのを知りたい方は、ぜひね、ちゃんと写真見て、ピンタレスとかで検索かけたらすぐ出てくるので、まあ、それを見ながら、書いてみるっていうのも分析しながら、自分でこういう風に矢印で考えたりとか、それこそさっき言った、この独立国家を開いて、でっかい大陸をこう築くや、みたいな感じの、図形でね、考えるみたいなのも全然ありだと思います。これがレベル2、タイで考えよう、みたいなのですね。